この即死はでも嫌だね。あいつ入ってくるかな。その先にもなんか入ってくるか。その先にもなんかありそうなんだけどな。これなんで弾取れないの。あ、取れるか。あいつやっつけらんねえかな。キッド、待ってろ。助けて、もう耐えられない。そうは言ってもな。あ、当たんねえ。もう耐えられない。まあこれを使えってことだけど、きっともう敵いねえんじゃないか。それ降りて大丈夫か。どうやって降りるんだ。あーあーあああここ降りるんじゃなくて、それ泳いでいくのか。やっぱりあの陸路を使うってことか。あそこに瓶があるし、これには反応しねえか。どうしようかな。まずそうだけどな。使っちゃって大丈夫かな。これ飛び降りらんねえのか。まあいいや、一回これを使おう。もう何度か失敗してでもいいから行きましょうか。いや、こっち来た。こっち来た。なんでこっち来たか。これ死ぬな。そこにあるじゃん。気づかなかった。そこに死体あるじゃん。気づかねえもんだな。恋と一緒ですね。意外と盲目になりやすい。助けて、もう耐えられない。分かったよ。さっきと違う人だ。そこにあるじゃないですか、死体が。気づかねえもんだなぁ。そこ行くから怖えんだけどなぁ。ギリギリまで行って。ギリギリまで行って狙撃。ちょっと外すなよ。間に合わねえかな。うわっ、最悪。てめえ、ダメか。それは気づかねえよ。壊されちゃうのか。うわ、スナイパーいたか、あそこに。全然気づかなかったな。ちょっと見てみるか。いるか。待ってろ。助けて、もう耐えられない。じゃ、あ、いる、いるわ。全然気づかなかった。はあ、恐ろしい。本当に恋のように盲目ですね。恋のように盲目。なんか綺麗、美しく言ってみましたけど、あんまり意味ない。
まず落として、その間に一気に行っちゃおう。丸ボタンだよな。丸ボタン連打、丸ボタン連打で乗る。乗れない、乗れないのかこれ。あ、こっち乗れた。これなんだ、これ乗れないのか。あそこだな、またタイミング測んねえとな。ブク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 。ぼちゃん、時間測ろうか。結構長いな、上がるまでのちょっと時間あるね。ん、なんかブクブク多くね、気のせいか。1、2、3、4、5、6、7、8、次よか。じゃあこれ2個落としていけば大丈夫かな。うっ、あれ2匹いる。じゃあやっぱ2個落とさなきゃダメだ。落としてから食らいつくまでの間で少し時間があるから、多分鳴り始めてからだとこの距離を泳ぐまでに少し時間があるから、むしろこのタイミングぐらいでもう落としちゃって、でゴー。邪魔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 。ちょっと早すぎたか。あぶねーあぶねー、すげー怖い。今ギリギリ、ちょっと早すぎたね。あ、今やっちまったと思ったけど成功。いや苦しんだな。スナイパーとか超初見殺し半端ねえよ。まあ、結局あれ、あの木の板には乗れなかったんだけどね。木の板が乗れるのかと思ってたよ。あ、そこ落としてるけど、さっき結構倒したから。なんでこんな揺れんだ。しまった。あ、いっぱいいる。ちょっと待って待って、数多すぎるでしょ。倒したのに結構。え、なんで。しまったな、ショットガンの弾ももうないし、使いすぎたな。ちょ、想定外に。よし、燃やすしかねえな。あ、参ったな。あんなに倒したの無駄だったか。なんでこいつ燃えなかったんだろうね。うわ、間違えた間違えた、燃えた、ボルトしちゃった。いっぱい銃で倒したやつは無意味だったってことか。あー参った。股間打ち、よし、ありがとう。一応燃えすっか、危ねえから。少しやばいな、たまに余裕がなさすぎる。マグナムを使うぐらいなら5発か。ちょっとボルトを作ろう。キットのあれ、1本作れるねこれで。1本レベルか。
一本レベルの話かい。ピカチュウとかも、今ピカチュウとかまとめて使えよ、使えよかったんだよね。ちょっと強引のプレイになってきたな。助かったわ、ありがとう。弾くれ。話は後だ、まだ敵がいる。危ない。分かってるよ。なんだこのよくわかんないムービーは。ちょっと待って、ちょっと ムービーやめて。電気、氷、氷もったいねえな。一体で使うのはあれけど、まあないよりかまし。どこ行った？あれどこ行った？みんな、なんか敵を見失ってる。なんかすごい音してるな。よし、倒れないか。倒れた。よし、なんかすごい音してるけど。おお、それにそれを、聞かないんだっけ。聞くか。チョンス。あ、ラッキー、ショットガンだ。まだこれはラッキー。ふぅ、いやー、かなり強引なプレイで進めてきたせいで、ここに来てきつくなってきたね。ボルト1、まあでもなんとかなるべ。きっとまた補充が入ると思う。幸いマッチは結構あるからね。脳汁。無事でよかった。あの教会の後に。教会にいたの？ああ、ジョセフとは。はぐれる直前まではひどい状態だった。病院にいた子はどうなった？レスリーは？檻にいたのを見つけた。混乱して逃げたんだ。この人はほとんど喋ってないもんね、キッドってね。なんかありそう、アイテム少し補充したい。まあ、木箱は見えたよね、今。ショットガンの弾とか欲しいな。カラか。なんもねし。なんもない。もう水の中入りたくないな。水は嫌だよ。こっちが正規のルートか。水は本当に勘弁してくれ。まあざっと見ないからいいか。お邪魔します。おかしなことばかり続いているが、鼻血や頭痛の症状は出ていないか？いえ、なぜ？ジョセフがそうだった。人間じゃないものになろうとしていた。誰もが同じとは限らない。何このマネキンいっぱいあるんだろう。とりあえずいつも通り壊していくか。粉々になりました。脳汁が刺さってる。なんかこういうところに開いて、あ、大容量脳汁が。大容量ですね。たまにちっちゃい瓶なのにすごい大容量だったりね、でかいのに対して入ってなかったりするからね。容量はあんまり当てにならない。そんな弾入ってねえかもしれない。
あら、血出てる。あれ、セバスチャン、どうしたの？下がってろ。おーい、撃たれた？え、また一人になっちゃうのか。あれ、向こうにいる。何の真似だ。俺を撃ったのか。あなたが奴らのようになって私を襲ったから、あなたはもう汚染されている。彼に利用されるかもしれない。待て、どういうことだ。どこ行くの。クソクソクソ、閉じ込められた。そうか。開ける。ん？開ける。レスリー、レスリー、お前か。レスリー、よくやった。開けてくれた。あとちょっとだ。どうした？ルビックか？助けて！おい！なんで立て付けがこんなに悪いんだ。ああ、何か荷物があったのか。レスリー。よし。じゃあまあここまででしょう。続きはこの先ですね。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。